皆さんどうもママドルです。初江姉さん、何切り干し大根を使ったお袋の料理とかは作りますか？まあ多分できると思う。まあ水で切り干し大根戻して、まあお肉だったり油揚げだったり、そういったもので和風だしで煮るなんか、ね、言い切るっていうかさ、逃げ切るっていうかさ、いやいや美味しいよ ね、 ね、切り干し大根大好き私、大好物の10品に入ってる。あ、そうなんですね。はい、まあ、なんか以前は私が沖縄に帰省すると、うん、うちの母ちゃんに、はい、何が食べたいって、うん、沖縄の言葉で言われると切り干し大根かひじきの煮物って言ってたら作ってくれてましたよ。お袋の味って言ったらそういう煮物になってくるんですね。そういうことですね。切り干し大根とかやっぱ常備菜として置いておくといいですよ ね、うん、ね、はい、切り干し大根には豊富な食物繊維が含まれております、はい、そうですね、中でもリグニンと呼ばれる不溶性食物繊維は腸内の善玉菌を増やす成長作用や腸の蠕動運動を活発にして便秘を解消する効能があるのではと言われているんです。なるほどね。やっぱ食物繊維も大切ですからね。なんか先週もその前も麺が続いたから、じゃあ今日は蠕動運動が必要ねそんな、はい、ね、蠕動ってね、ご覧の皆さんも蠕動運動してます奥様開けて分かればいいんですけど ね、 ね、 もうなんかね、ボタンがあればね、ね、本当に。では白崎さんに作ってもらおうね、はい、あ、私たちが作るのか。そうよこの番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということ で、 ではい、タレントでおもてなしマスターの白崎仁さんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕だけインスタグラム知りませんでした調子乗っちゃってどういうこと何なの、はい、私もよく詳しく分かってないんですけど、はい、インスタが始まってるそうなんで、はい、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。さあ今日は切り干し大根、はい、はい、うん、初登場ですね、はい、ソライフ3、僕の回でね、本当にこんな感じ、ね、お袋のね、なんか風味なんですけど、安くてすごく栄養食なんです。そうですよね、はい、ぜひ美味しい料理、栄養価の高いお料理を今日は教えていただきたいと思います。タイトルは3人でヘルシー切り干し大根のキノコとトマトのリゾット、トマト？リゾット？リゾット作りましょう。信じられない、またもうね、びっくり。食物繊維だらけのリゾットね。素敵ね、それもね。さあ、もう一つ、何でございましょう？はい、じゃがじゃん。簡単に切り干し大根のスイフードマリネ。はい、マリネ。これ、マリネ。美味しそう。お酢、切り干しに。なんかサラダになっちゃうんだね、きっと ね、 ね、うわ楽しみでございます、はい、じゃあ今日も張り切ってまいりますよ。皆さんついてきてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、行きましょう、はい、レッツゲットクッキー。今日は両方に切り干し大根を使うんですが、はい、切り干し大根の下処理をまず、はい、食べれるようにしなきゃいけない、はい、さあトールさん得意のお湯ですか、まず。さあトールさん得意のお湯ですか、まさか50度のお湯をなんかね、違う。その代わり今日難しいのはさらに量も、量約 700ml でいいんだよ。私先週6分かかったんだよ、50度作るのに。だから、ね、これが目にチラって入ったのよ、温度計が今日、ね、700 750こっちのね、ちょっと勝負じゃない、トマトリゾットの方が 60g なんですよ、はい、60g の切り干し大根を600ml で戻したいんですね、うん、だけどこっちは 20g の切り干し大根を 100ml で戻したいんですね、だ両方を合わせると 80g と 700ml ということで 700ml の50度のお湯を作っていただきたい。 700ml ってことは、はい、なんとなくなんか先週学習したような、うん、そうこれが今90度だから、はい、半分ぐらいとちょっとやってみようよ。難しいこと言わない方がいい、もう最初から700ってだけ言っとこう。そうそう、数字、ね、数字逆算してやりたい人だからでですね、これ何かというと、もう早速ポイントがございます。はい、お願いします、はい、これね、切り干し大根って皆さんやっぱこう一晩つけてとかこう戻す、あ、そうですね、水に戻す、お湯に戻す、ベストなちょっと今回のね食感は50度で5分、はい、しじみと一緒、塩抜きと一緒。残念、残念でした。お湯が 300g でなくなりました出ません。じゃあ、まあ、やってみたら、はい、やってみようよ、まあね、ちょっとなんか声がお湯を出しとこうかじゃあ、そう、そんなこともある、そんな事態もあるね、一応作っとこうかな、じゃあちょっと何、ちょっとこれがね今ハーフハーフまだハーフしないで
90度だからハーフになったら兄弟なんだから仲良くして、いいよ入れて、じゃあこれでねハーフハーフでも600なんでしょ、うん、あなんか次はまあほらすごい佐藤さんプロデューサーさん、これ湧いてるの、湧いちゃってるって、すごいこのね、アトムが、これちなみにうちらの楽屋にあるあのティーパックのお茶とかです。まあさすがありがとうございます。んとどんな料理番組なんだろうね、ポットを楽屋から入れ替えるシーンがある、あるちょっと いや入れてじゃん、ね、もう大体今 100?、うん、今700になりました、どうよどうでしょう、 700cc のだどれだっ上がってく、大体でいいのよ、700から800ぐらいで考えていいから、今ね、まあ、47度惜しい、あいいんじゃない、でもほっとけ上がるわねこれね、お湯足せばいいんだって、お姉さんお湯足して47度ちょっと捨ててお湯、いいよいいよ大丈夫、ダメだダメだ、お湯問題はダメ だ, 50度ぐらいだ、俺入ると怒られる、なんか怖い怖い、大丈夫詰め寄られる、大丈夫大丈夫、待ってなんか徐々に上がってってるよ、でもどう、約50度でいいですからね、切り干し大根入れますから、うん、もうだってあと 2度ぐらいで50度、よしじゃあ入れよう、はい、じゃあこれで 5分ちょっと見といて、トールさん、はい、でいいとこで覚えやすいとこで入れて、はい、はいって、これ同時に入れなきゃ、はいじゃないんだよ、はいじゃないんだよ、はいじゃないんだよ、はい、じゃあやろう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 、15秒 をね、なんかね慎んで、おかしい、早く上げましょう、はい、オッケーオッケー、大体の50度、大体の、まあ、ね、ほらちょうど今日の量だとさ、こんな感じ、こういうひたひたの状態、50微妙みたいな、まあなんかね指を入れて、もうなんかちょっと熱すぎるわぐらいな感じでいいと思います、うん、素晴らしい、理科の実験のような、こんな感じ、うんね、これで5分、はい、こうするとシャキシャキになるんでね、はい、じゃあ行きましょう、でね、今日はすっごいズボラにやっちゃうんで、はい、行きましょう、マリネをね、ちょっと簡単にやっちゃおう、簡単に、はい、トウさん、はい、はい、ここなの全部混ぜて、レモン汁が入ります、はい、レモン1個分です、はい、はい、あと、うん、これはみじん切りがいいのかな、オリーブオイルが入ります、ちょっと大きい、半分ぐらいにする、半分ぐらいにする、ね、ちょっとほぐして半分にしましょうか、うん、粒マスタード大さじ2です、うん、手で入れます、ごめんなさい、乳化させた方がいいかな、ここちょっと乳化させましょうね、皆さんね、あのこのマリネ液のバランス取っとくと、マスタード使ったマリネ何にでも使えます、はい、いい香り、茹でたキノコ、トマトスライス、はいはい、オニオン、何にでもキノコ美味しい、保存食になるし ね、はい、マリネ保存食になりますからね、皆さん、お砂糖大さじ1の、はい、お塩、油分と大体6つまみ、はい、入りました、ね、こういうマリネ液できます、で、これはベーコンは完璧、おさおさ香りがいいわ、ま、いいあ今日はなんか、うん、3人で本当に共同作業 ね、 おいしいね、いい感じ、うん、いい感じ、サワーな感じ、本当にマリネなのね、トールさん、え、右利きだよね、そうやってきんの、こう違う違う、絶対違うよ、絶対違うよ、そんなことやったら手切るよ、こう右切るでしょ、こっち切ってかないと、こうやってこうやってこっち切ってこうずらしていかないと、まあ学んだ、今どうやってやった、今こうしようとした、アウツアウツアウツ、できないよそんなこと、あそう、うんうん、怖いな、違う怖いな、ないはい、ないないない、本当にお料理の本を出したりさ、ここで押さえてさ、こうやって引いてくる、こうやって、どういうことなのあなた、こうやってそっち、まあこうやって、まあ今どんどん突っ込んで私のこと、これベーコンこれぐらいでいい、はい、1センチぐらい、そうね、うん、それぐらいでいい、リゾットだからね、今日はですね、はい、これお刺身用のタコ、お刺身用のホタテ、はい、でボイルエビということで、こっち火使いません、おい、その分漬け込ん、うん、ちょっと漬け込んで冷やすみたいな感じ、冷やしておけば、あのマリネって結構火入れて、その余熱があるうちに漬け込むと味がクッと入るんですよ、うんうんうん、そんなことしなくてもこれなら十分でございます、十分、このぐらいの大きさに切るわけで、あマジで、だんだん分かってきた、全貌が、だんだん分かってきた、あら白崎ちゃん、ちょっと今見てびっくりなんですけども、なんとこの切り干し大根をこの後私に米粒大に切れと、はい、まあそういうことですか、なるほどね、いいですね、これヘルシーだね、今日はつければいいかな、もういいよ、はい、入れちゃって、
まあ、それでね、この辺は細いのいらない。そうですね。あのタコのあの足の先の方は皆さん切る理由はあれ、ちょっと毒？毒じゃないですよ。あれあのね、かいちゃうのね、全部。それでちょっとあまり汚れが取れづらいっていうんで、あまり入れない。そういう意味もあるんだ。あれ汚れてるよね、結構。ホタテはどうする？ホタテは好みで。これちょっとそんな熱くないから、まんま入れちゃったら。そうね。ね、これ以上薄いとちょっと悲しいもんね。だって仏像用のとこっちの方が綺麗よね。そうね。もう大人だな。じゃあどうする？もうこれこれもこれもなんか存在感欲しいよね。じゃあもうはい。じゃあちょっと待って、はい、はい、ちょっと尻尾ぐらい切っときゃよかったくない？うん、いや、もう殻剥いてあるから。尻尾こうプチってこう取りながら食べるの。それぐらいはやんない。あ、そう？うん、うわ、男の料理って感じ。うん、いや、でも器に盛ったら。ちょうど45秒、はい、そしたら、父さんまだ置いててよ、はい、これをですね、しっかりお姉さんね全部絞っちゃって、絞る、ここでちょっと絞ってほしいんだ、うん、あーもういい匂い、切り干し大根の匂いよ、する、うん、お母ちゃんの匂い、ね、しっかりギュッとね、うん、もう戻ってますね、戻ってますね、もうじゃあ、ちょっと食べてみたら、これ食感いただき、うん、全道道始めちゃうよ、どうよ、大丈夫、バッチリ、バッチリした、いい感じ、5分で OK、ね、あっという間に戻ってます、そしたらさっきの大体美味しい大根ちゃん使うの、甘いのね、こんなもんだね、お、それはそっちチーム、うん、こっちチーム、これじゃあちょっとお姉さんそっち待って、はい、これね、これやったら、はい、ちょっと食べてみて、甘いよ、びっくりするよ、うん、お姉さんも足りるよな、足りるだろ、うん、ほんとだ、いいよ、シャキシャキ、うん、ポリポリコリコリしてる、これに軽くなんだけど、うん、ね、塩を、うん、ちょっと軽く手洗っていい、あんまりやるとしょっぱくなっちゃうから、こうやってね、まず塩味、これはなぜ、これね、味がしっかり馴染んで、うん、マリネした時にね、しっかりちゃんと美味しい、はい、でもここでなんでこれをやるか言っちゃおうかな、言っちゃい、何早く言って、言っちゃい、これさ、これやるでしょ、つけたでしょ、こっちもうマリネのあのほら、はい、なんだっけ、魚介の味入ったでしょ、はい、このね、残るよね、こっちにね、移したいわけさ、ドレッシングの部分を、うん、半分ですって、うん、マリネ液を、大体でいい、こっちにも使ってないと困るからですよ、ね、はい、で、大根にも味を染み込ませるんだ、うん、手で、でね、わー、美味しそうな、でも初体験の味ね、これね、想像がつかない、あ、そうさ、ちょっと特別だよ、なに、マジで、ちょっと食べてみて、まあこれでもっと味が馴染むとそれに近いんだけど、さっき甘かった切り干し大根、うん、なんか似てない、うん、なんか似てない、うん、じゃあ考えておいていただきましょう、さあこれをですね、冷やしましょう、はい、これは15分ぐらいで、あの保存食なんで、もっと味を入れたい方は前の日から作っておいて、お客様が来たら盛り付ける、はい、はい、何に似てる？トコさん食べて、さあこれがね、漬け込んでくるともっとその味になります、タクワン？違うなんで一回タクワンってだって同じジャンルでしょ、甘い、うん、はい、そう、お姉さんこれどうする、はい、米粒大に切ります、何に似てるんだろうね、でも大根じゃないってことでしょ、食べたことあるよ、これ米粒半分手伝いましょうか、ちょっとピクルスでもないし、お、ピクルス、なるほどなるほど、ちょっと悪くないな、うん、悪くない、うん、何だろう父さん切る、はい、さあ何でしょう、ピクルスでちょっとヒントでピントショーみたいな感じだよね、今ね、何言ってんのあの方は、えピントでピントショー、アラフィフから知ってる言葉、あの提供増税率じゃなかったあれよくご存知で、ね、魔法瓶差し上げます、そうそう、いけ、沢口靖子さん出てたよね、そうなの、靖子のなんとかは、ヤスコのヤスコのポットは使いヤスコあったよね、うん、あったヒトヒト、なんかさ、うん、初めてじゃない2人でやっとなんか昭和と昭和融合したの、なんか、うん、77年と69年がね、本当にウケるね、今のちょっと今たまんないと思う、その世代本当にたくあんを切ってるみたいな音が、 OKOK 十分よ、はい、ね、OK OK、うん、いい感じ、ちょ時間厳しいよ、こんな時間かかる料理じゃないからさ、今日、はい、どうでしょう、うん、そしたらさ、これまな板の上に広げてよ、ではなって、じゃあ僕ちょっと一回見本見せるんで、はい、2人にもやってもらおうかな、何すんの今から、何よりお米らしくさせちゃうの、これでコーティングして、きれい、丁寧、はい、
パスタを作っているかのように。お、あ、サラサラ、おお、パスタを作っているかのように。ほら、米でしょ。ライス、ライスじゃん、うん、なるほど、こうすることで。雑だよ、雑、茶こしの意味がないんだよね、この二人は。本当に違うよ、ね、白玉とか作る気じゃないよね。ちょっと白玉団子美味しいよ ね、 結構ってさね、お姉さん、なんだろう、この感覚来たら。まあいいじゃん、もういいよ、今もう OKOK。 俺の手コーティングしないで。ほんと人のこと言うけど、自分が料理作ってんのにバレバレよね。さあやりましょう、やりましょう、やりましょう、はい、これ料理の過程じゃないよね。ほんとだ、お米みたい、触れて、はい、なんか切り干し大根じゃなくなった。すごいね、はい、今日ね、鍋でもいいんだけど、ええ、焦げないようにフライパンでいっちゃおうかな。パスタです、これです、ポイントですよ。はい、戻し汁、はい、これ残ってますね、はい、なんで少なめ の、 あの量にこだわったか、はい、意味があります。濃い方がいいじゃん、戻し汁で。これ使うんですよ。で、戻し汁は、ね、栄養があるの、もしかして。栄養もありますし、やっぱり美味しい旨味のね、うんこ、グルタミン酸。なるほど、この戻し汁を使うことで栄養と旨味がアップするのですが、今日はちょっとお勉強していただこう、はい、本当に。でね、言っちゃうと 95% 以上あのこっちに栄養が入っちゃう。これもう 2-3% のもんです。出がらしです。ひどい、ひどいでしょ。だからこれ使った方がいい。ちょっと待ってね、こう旨味の、もう出汁なんか取んなくていい感じしない。おお、はいはいはい、はい、なんかもうこれ ストップ、この後は試食ですって感じね。ちょっとやめてよ。おいしい、おいしいよね、おいしい。この戻し汁だけ、ほら見て、甘い。もうこれしか残ってない、ほら、捨てちゃダメ。で、ちょっと味濃いよ、あの濃いようだったらこれ足していけば伸びるから。これは頭いい、天才的だ。分かりました、これはちょっと期待だな。じゃあ解説するんで、ぜひやってください、はい、さあ、もう今日は鍋と書いてありますが、今日はフライパンでいきましょう。じゃあ、はい、どっちでもいいですよ。あの鍋で焦がさない自信がある方は鍋で、はい、に意外とできます。戻し汁 400ml 入れてください。いきなりいいですか。はい、入ります。入りました、はい。そこにトマトソース 200ml も入れちゃってください。いいの？はい、よろしいですか？はい、お願いします。ます。で、コンソメ顆粒のコンソメ大さじ1、はい、はい、大さじ1、はい、入ります、はい、コンソメ入ります。いいです、いいで す、 いいです。それちょっと軽く混ぜておいてもらって、はい、沸いてきたらですね、しめじとベーコンを茹でてもらおうと。想像がつかないお味。大根戻したお汁よ、お水によ、でもトマト入れて、でももうこの時点ですごい栄養満点ってことでしょ。そういうことよね。すごいね、リコピンまで入っちゃった。さあ、これはね、そうだ、ね、お米を作っただけじゃないの、うん、そうなん、これまだ意味があるの。パスタっぽいよね、意味がある。意味がある、リゾットでしょ。そう、意味がある。どうなっちゃうの、どんな仕上がりかが本当不思議。あ、これ、はい、しめじ、はいはい、沸きました。入れます、はい、もうこれだ。だってさ、さっきのうまみのスープにさ、しめじ入れて、ベーコンも入れていいよ、はい、ベーコン入ります。すごいいいじゃない。あ、沸いた、世代だね、もうそれでいいんでね、はい、はい、じゃあ父さん、いよいよバラバラって入れてってみて、はい、麺のようなパスタのような切り干し大根をお米剤にカットして、でもね、サラサラしているの、片栗粉でまぶしました。手触りが、片栗粉でまぶしました、はい、不思議。それ煮ちゃうんだよ、それで、ね、そしたらね、とろみがついてくるよね。もちろん片栗粉が周りにコーティングされてるから。そういうことでございます。あらららららら、あらららららら、らすごいお料理じゃありませんか。不思議。もうそれどんどん混ぜちゃって大丈夫です。大丈夫なの？うん、大丈夫、混ぜます。包丁は使う、まな板使わないね。うわー、とろってしてきたよ、皆さん、ほら。で、濃かったらこの戻し汁を足していけばいいけど、もう今全然大丈夫でしょ？全然大丈夫だと思う。そしたら、ここに今度は粉チーズ入ります。パルメザン、これも混ぜてって、はい、チーズ今、ズーチー入りました。お、混ざりました。わー、もうなんか香りがイタリアンなんですけど、じゃあうちら、あの父さん、お姉さんがとろみ出してる間盛り付けよう。おお、すごーい、父さん、おいおい、どういうこっちょ。素敵、お皿も冷やして、すごいんですけど。じゃあ父さんが、信じられない、この香りはもうリゾット。
失礼。あらまあ。この白崎でドーンって入れちゃっていいのかしら。はい。結構さ、こういうのってさ、ババってあんまり触んない方が綺麗じゃない？ね。うん、繊細っていうほどでもないイタリアンだイタリアンだでもなんかちょっといいんじゃないこの塩梅ちょうどいいとろみだと思います私これどんな食感になってんだろう、うん、ちょっとね今日まだこれで15分ぐらいですけどまあ味は入ってると思う、まあ、これで こっちで完成しましょうそしたらいい、ね、さあちょっと待ってお姉さんたちがリアクション見てもらいたいので僕食べます一回味見しますでここで味薄かったらお塩でちょっと整えますねはい塩分はベーコンで出てると思うんだよねいかがもう余計なことしないでしょしないでねだってチーズね粉チーズとベーコンで多分味はしっかり出てると思うんだうまいいや食べるのが楽しみだうまいねもうどうしようおしゃれだわねあらほらもうちょっと遠目から見たらお米やっぱあ、うん、ごめんねちょっとこっち向いてねごめんねあとですかお願いします助手がいましたね助手がまさかの博士と助手みたいなねトンネルズさん何を思い出すのあなたこんな感じどうでしょう、はい、あそれ以上入れない、まあ、そまあおかわりにちょっとね飾りで右にアスパラとか入れてもそしたらですね、順番でやっぱ綺麗なのは粉チーズ、ブラックペッパー、オリーブオイルかな。あらこんな感じで、からのあら、ごめんなさい胡椒がなんかあこれね、はい、どこがいいヘクションさらにこうねヘクション一つで呼ばれたからにゃで、これはヘクション大魔王ねはい、あらちょっとどういうことを何やかんやってあっという間じゃございませんおおいろんな盛り付けのやり方がありますけどペイトーイエリアのこの後は試食ですごちそうの完成ですでしょうできましたということで今日はですね3人でヘルシー切り干し大根のキノコとトマトのリゾットを作りましたトールさんもさっきねオリングにすごくね乙女だなと思ったのダイエットする乙女はこういうの食べるべきよねってずっと言ってました ね言ってたよねそういうことねやっぱねAnd you? いけますねそれでさあそしてもう一品簡単に切り干し大根のシーフードマリネ作らせていただきました、はい、じゃあ食べてみたいと思いますいただきますじゃあリゾット食べといてさあどんな味でしょういただきますはいいかがですかなんとも、なんと美味しい。お味バッチリ。サクサク切り干し大根。不思議な味わいなの。リゾットってこれ柔らかいじゃない？お米が。だもっと柔らかくした人はね、漬けてる時間長くすれば。いやこれでも、だって噛んでる時間がリゾットなのにすごい長いんですよ。そう。これって満腹中枢に働きかけますよねそうなんですよねだからダイエット効果さてマリネも言っていただきたいですがお姉さんさっきよりもちょっと時間が経ちましたこの切り干し大根のマリネこれちょっと食べてみて使ってるってこと、うん、これが何に似てる何ちょっとさっきより似てきたんじゃないかな味玉ねぎ何ヒントビール食べ飲むときにサワークラフトおいあの乳酸菌で発酵させるドイツのキャベツあの紫キャベツのザワークラフトってあるでしょ、うんうん、あれが簡単に近い味になるでしょほんとだこれ別に発酵させてません、うん、ほら乳酸菌で発酵させると時間かかるし大変でしょ作るの、うん、はいはい切り干し大根できちゃったほんとだこれねあのマスタードも相性いいじゃないソーセージとドイツのソーセージかなかでねいいソーセージいただいたりバーベキューとかで、はいはい、ソーセージ焼いて食べるときにこれ一緒に簡単でしょジャパニーズサワークラウトやばいビールだねやっぱりこれは濃いですねやっぱこのマスタード粒マスタードが効いてるでねこれのいいところは、うん、お刺身買ってきて、まあ、ちょっとマグロはあんまり合わないと思うけどそれ以外のちょっと時間経ってテロンって疲れてきちゃったり匂いが出てきたもの、うん、ささっとねこれに漬け込むとうーんまたクッともよみがえりますからなるほどねマリネ汁配分覚えててくれる
何にでも使えますので、ぜひぜひ。保存食にもなりますので、お使いください。これおつまみで出されちゃったら困っちゃうね。ねえ、お酒が足んかったら困っちゃうね。ごちそうライフ3、次回もお楽しみに。